こんばんは。こんばんは。さあ、夜の部、アジング&スッテー&エギング、いろいろロングです。釣れるやつを釣りましょう。そうね、はい、寒波が迫ってるんですって。うん、風が強いですね。で、どんどん風がね、冷たくなってきてんだ。うん、なんか東京の方とかではもう雪降ってるでしょ。ですね。呼んだ？ん？呼んだ？呼んでない。呼んでない。大丈夫。果たして釣りができるのか。そうね、あれだったら場所移動してね。そうそうね、ちょっと風裏探しながらとかやりたいですね。じゃあ頑張りましょう。はい、頑張っていきましょう。はい、俺ちょっとね、うん、ちょっと迷ったんですよ。メバルのルアー買ってこようかなって。ああね、ちっちゃいやつ、ね、買ってこよかった。なんかクランクとかでもなんか今釣ったりしてる。俺の地元は冬だとそういうのばっかやるんで。へえ。結構ライトロックって言って。じゃあ得意なんだね。うん、そんなことはない。そんなことはねえ。なるほどね。ちげえ。じゃあユッキーに任せよう。誤解するな。うわ、風めっちゃ強いな。できるかこれ。わかんない。なかなかの爆風でございます。爆風でございます。俺の髪を見ていただければわかることでしょう。ユッキー、肌白いね。じゃあ、いってらっしゃい。はい。メバルはどこ狙うの？そうか、徳ちゃんが言ってたか。結構沿いにいるって言ってたね。足元とか沿いになんかいるって言ってた気がする。風がすごい。ちょっとこれ場所替えの必要性が出てくるかもしれないですね。かもしれないですね。ですね。もうすでにちょっとやばいっていう。ユッキー風に言うと玉気がないね。玉気ないっすね。玉気ないっすね。玉気ないっすね。ちょっと玉気がなさそうですね、これは。玉気ねえな。玉気ねえな。玉気ねえな。ねえな。なもねえな。当たんねえな。当たんねえな。当たんねえな。当たらねえな。アデステーション、なもかもなねは。なんもかもなねはって聞こえですね。多分風強いから何もできないって言ってるんでしょうね。あー、オッケー。英語？オッケー。英語？いやいや。あのフランスっぽい感じなんですかね。あ、何もかもねえな。タコ足ハポン？イカ足ハポン？イカ足ハポン？と聞こえですよね。タコ足ハポン？タコ足ハポン？タコ足ハポン？移動します。だな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 。じゃあ移動します。はい、移動しましょう。さあ、ちょっと移動してきました。してまいりました。ここがやったね。ここが一応ね、風がちょっと来ないかなというところなんで、ここだったらちょっとやりやすいんじゃないでしょうか。一応さっき確認しに来たら、うん、味っ気がありそうだったんですね。マジで？さっきなんか味っぽいのがちらほらと、うん、いたので、下手したら釣れるんじゃないかなと。うん、それよりさ、あの吸って場準備してさ、投げとか。ああ、頑張ってください。おーい。とりあえず吸っての仕掛けはこの間と一緒で。どうやってやると？ん？浮き止めはもうどっちもなんかこの間のとかついてるみたいだから、浮き止め、霜り、浮き、どっちだ、浮き、霜り。2回目なのに全く覚えてない。ただユッキー、浮きはあったけどこれ吸ってがないかもしれない。邪道池つける。ピッ、おー、通った。先陣の知恵です。完璧。そしてもうその先に、はい、多分吸ってのこれですか。はい、これの電池どこにある？電池、電池刺さってますよ、それ。これ逆にするだけです。なるほど。すげー、光りましたね。明るい。超明るいですね。よっしゃ、できた。うん、ユッキーと。でもそれもしかすると浮きが沈んじゃうかもしれないね。こっち重いかな。うん、いっちゃん沈まん。いっちゃんやね。いっちゃんは一番やね。一丁は全然って言うんだね。逆に軽すぎて立たんすね。軽すぎて立たん。はい。おい。おい。さあ、できました。はい、したら、はい、投げて放置しておきます。はい、じゃあ頑張ってイカを
連れてきてくれ。行ってこーい。よいしょーい。ナイスキャス。おそらくアジがいたということで。はい。あっちも注意深く見とかな。はい、注意しながら。俺のあれ当たってるのか当たってないのか分からん。分かんないね、あれは。アジング部隊はどうですか？ノーアタックですね。ノーアタック、ノーバイク。ミッキーの来てないあれ。でもさ、めちゃくちゃなんか怪しいんだよ。アップアップしてますね。助けてて。どう、うん、全くと言っていいほど来た。何も感じないです。全く、はい、かじられてる。なんかかじられてるんすか。端っこなんか怪しいね。ささくれなってる。なんか怪しいね。お、一応もう一回投げときましょうか、うん。お、ありゃー、アジっすかね。金魚臭い、ね、金魚っすか。よいしょ。お、乗った。なんだ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 。金魚ですね。なんだ、金魚ですね。金魚。なんだ、それで夜一発目ですね。金魚ですね。金魚でした。よいしょ。あれ、ユッキーの沈んでない。沈んでるに見えるだけって。そう、金魚でした。金魚、バイバイ。あれ、ユッキーの沈んでる。沈んでない。元からあんなだった。元からあんな立たないんです。いや、ジングダメ。あ、ジングダメっすね。さっきいたのにな。エビつけたら間違いなか。なんか来たぞ。なんだ、なんかそこそこ重い気はするんだけど。お、なんだ、なにこれ。そこそこでかい金魚。またもや。こいつ、こいつばっかいるんすかね。頑張ろ。前回やったジカリグジカゲにエビ。真下にキビナゴ落としたらね、今あたりのコンコンコンっていうのがあったから。何、もしかするとそっちの方がいいかもしれない。真下に寄ってるじゃん。アラとか来たらね、嬉しいじゃん。それアラ、あ、それアラかっすね。ねえ、これは乗らん。針がでかい、多分ネギョっぽいっすね、あたりが。あ、乗らないか。あ、乗ってるかも。乗ってた。金魚かい。デカキン、デカキン、デカキン、デカキン追え。いえ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 、パフ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 。淡々と鳩が投げ直してくれてるっていうね。ダース。あ、棚を変える感じ？ちょっと比較してみましょうか。ああ、あり、それ。ちょっと変えてみました。竿2本分ぐらい。そしてこっちは。お、釣れてる？なんか釣れてない？これ。やった。あ、あ、なんこれなんこれなんこれ。わわわわわ、なんこれなんこれなんこれ。え、え、なんこれなんこれなんこれ。ヤツメウナギ？え、なんこれ。なんこれなんこれ。あ、ヌタウナギ。え？ヌタウナギじゃね？マジ？毒ありそう。いや、ない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 。何これ、家族とかで食われてるやつですよ。え、マジ、何これ。ヌタウナギですよ、これ多分。食える、食える。だって土壌みたいな口だよ。うえー、何これ。あ、ぬるぬる、やば。え、ちょっとヌタウナギだと思いますよ、これマジで。俺の地元でも上がるらしいんですよ、これ。何これ。多分ヌタウナギ。マジで。あ、ビンゴ。マジヌタウナギ食えるやつよね。うん、やった。うわ、すごいよ、これ。これ高級食材ですよ。マジ。うわ、エイリアンやん。えー、何これ。持って帰ってみようか、じゃあこれ。やばか、これ。食えるならなんかやってみよう、うん。え、外れる、絶対外れる。分からんす。よし、やった、やった。チップスワーク、ヌタウナギ。ヌタウナギっているんだ、九州にも。すっごい糸引いてますよ、これ。金もね。やば。とりあえずなんか高級食材らしいので、はい、持って帰ってみます。なんだこれ。ヌタウナギ来た。キモ。応援して。うえ。
違う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 、いやいや、おええずかない。とりあえずこうやってジグヘッドに君の顎つけて、あのユッキーが大好きな釣りです。で、さっきちょうどあのいろいろやってた時に放置してたらちょっと巻いたら重かったっていう、なんか当たりますよ、ここで。あー、なるほど、スキマング。でも針がでかいかもしれないですね。ほら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 、あれなんかさっきと当たり違うな、違うやつ。あれ当たらなくなったぞ。当たってる。よいしょ、取ったかな。おおお、荒株大最後はまた荒株大先生でした。おえ、ごめんよ、またな。さあ、あれから3時間ぐらいちょっと頑張りましたけど、はい、はい、全くダメですね。寒いです。一気に冷え込みましたね。そして今回の島流しの旅、はい、あの畑くんが全部やってくれました。アオリイカとヌタウナギ、はい、どっちもなんかうねうねしたのだけど、おい、金魚しか釣ったな、ね、俺、荒株、荒株俺も荒株だけいや、でも帰ってやる。イカはね、楽しみだけどね。あー、マジでヌタウナギよ、ちょっと怖いね、あれね。俺の地元確か食べてるはずなんですよ。俺食ったことないですけどね。多分食ってるはず。なんかね、テレビとかではね、多分よく聞くんだよね。串刺しで丸焼きみたいなね。マジで、じゃあちょっと料理法とかを調べてちょっと料理編に臨みたいと思います。帰りますか。はい、おやすみなさい。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。はい、動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。